これちょっとなんかごめんなさい。なんか話に、どう、なんて話したらいいですかね。まあ、俺もそんなんね、全然分かってなかった。なんか、相方がやっぱ組み立てうまかったから、俺はなんか相方のやっぱりトーク聞いて勉強になったよね。俺全くなんかね、トークとかも苦手やって、ま、前も言ったけど、すごい時間かかったからね、俺、やっぱ、自分でもうラジオやらせてもらって3年ぐらい経って、やっとなんかね、あ、こうか、あと相方、結構、なんか相方から学ぶこと多かったね。だからそういうのを、例えば、相方が喋ってるのを聞いて自分なりにこう入れたり、うまいこと考えたら、例えば俺がタイ行った時の話とかあったら、昔寛平師匠とね、こう、タイロケ行かせてもらった時に、まあちょっと女の子の店行ったんですよ。で、こう女の子飲むみたいなんで、でも行ってめっちゃ可愛いの。女の子。やっぱスタイルいいし、なんかこう、本当綺麗なんですよ、もうほんまに。めちゃくちゃ綺麗で、で、なんかその、まあ、バーみたいなとこあって、もう行ってる子めっちゃ可愛い。でも、なんかタイプなんですよ、僕はほんまに。で、もう、マジで可愛いってこう言ってて。で、そのこと飲もうってなって、で、こう、まあ、キャバクラみたいな感じやねんけど、その、ドリンクいいですかとかあるやんか。キャバクラとかって、こう、女の子はドリンクいいですかとか言って、飲んだドリンク、ちっちゃいちっちゃい、あの、ビールの小瓶みたいなやつで1000円とかって高いのね、あれ飲みやって。そんなキャバクラって連れて行ってもらってくれるらしいんだけど、日本のなんかキャバクラってそういうイメージは高いのね。こう、ドリンクいいですから、すぐチェンジでどっか行くの、こう、高い。で、1000円とかで、ちょっといいですかとか言って、あ、いいよいいよとか言って言うたドリンクが100円とか。100円でそういう感じなんやとか、200円でこういう感じやとか、もうめっちゃ王様みたいな感じで、あ、飲めよみたいな感じで。で、めっちゃ可愛い。で、俺、次の日も行ったよ。次の日も行って、で、俺はその次の日の昼は、もうその相方とか、もう寛平師匠とかおられるから、もう、めっちゃ可愛いんですよ。マジで僕、結婚したぐらい可愛いんです、こうやって。で、もうそれと見に行くわってみんな来て、ほんだら、向こうの女の子が、みたいな感じだと、俺が来たら、喜ぶんかなと思って、あーとかってなっててんや。なんでなんて思ったら、俺、ロケで、なんかその、1日でいろんなとこ回ったっていうふうにした方が、こう、ロケでどう編集するか分からへんから、1日通して、同じ T シャツを2日間着てくれっていう話だよ、ロケで。テレビ上ね、2日間でロケするから、どう組まれるか分からへんから、もう1流れ個のが服いてくれって言って、女の子は、僕が、昨日と全く同じ T シャツ着てたから汚いみたいな感じで、俺、って言って、で、俺も全然喋られへんよ、女の子に、つながり、つながりって言って、ロケのつながりって言って、向こう、英語でもないのに、俺も、なんかようがないの、絶対わつかんないですながり、ロケのつながりって言って、相方と試しに、そもそも日本、ロケのつながりわからんやろみたいな感じで、相方日と本試語しでに、もまあ、ね。そう、いやいや、こうテレビでって言って説明してくれて嫌われへんかったって話。そういう、だから、まあ、これはまあ、なんていうかね、こう相方が喋ってるやつを、まあ、俺がちょっと整理したやつをもっぺん、ま、なぞって喋ってるんだけど、やっぱり、ハイビーはなんかこう、なんかちょっとこう、エロというかね、綺麗でいくとかっていう感じが行きやすいかもしれんね、海外の場合は。興味を持たし、持たしてってこう、感じだったね。でも、それ難しいけどね。そら、そう、かといって俺できるわけでもないから、なんか、自分では、でもこれってさ、柴田さん、その、見てたら簡単に見えんねんな。そうですね。なんか整理されてるものを見てみますもんね。見てるからすっごい簡単に見ると、いざ本人が喋っとくって、めっちゃ大変やからね。そうですね。一人で喋るってすっごい大変やからね。なんか動画差し込んでんやったらこんな感じで話したらいいんかなとか、いろいろなんかいろいろ感じでぐちゃぐちゃになりました、もうなんか。いや、でもね、それが、練習というか、なんか、と思った。だから、ほんまに芸人が大変やと思うのは、やっぱり、時間かかるよね。そうです。練習がなかなかできないですもんね、これって。ほんまに本番でこう体験していかへんとっていう。芸人ってこう、
俺最近ね、FP 試験をファイナンシャルプランナーの勉強して、はい、で今3級と2級取らせてもらったんですけど、そのなんかねすごいね分かりやすいのよ。講師の方ですか？あ、講師の方もそうなんや。講師でも俺、YouTube 見させてもらってこう勉強してた。その何が分かりやすいかって定数出るから。あー、なるほどね。定数が出るし、やったらやってるだけ伸びるから、自分の能力がどれぐらいかっていう。そう、能力が分かるし、で、まあ、例えばダメやったとなった時にこう間違ったっていうと、間違ったこう正解があるやんか、公式というか。はいはいはい。またそれは公式を間違ったってパターンもあれば、知らなかったってパターンもあるやん、そもそも。はい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 。知らなかったらそこを今度覚えればいいし、公式が間違ったやったら何で間違ったか、で知らない公式やったらどういうふうに考えて、どういうふうに理解して解いていくかっていうことをすれば登っていけるやんか。はいはいはい。で忘れたらまた復習するって、こういうふうなカーブで必ずいけるのよ。やれ、はいはい、ただ芸人って今のトークもそうやけど、んってな、このどうやってどうなんねやろっていう仕組みがすごい難しくて、あとそもそも売れてる人ってそれがもう根本的にできてる人の集まりやから、はい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 、あんまり理論っていうよりか、いや、なんでな、なんでお前これおもろく喋られへんでんっていう世界じゃない。はい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 。ほとんどがだって俺今売れてる人見てたら、周りも俺が二十歳の時にみんなすでにもう出来上がってたもんね。同じ状態で、同じ状態で、それは修行でももうできてたからね。二十歳の時にもうできとったけど、俺だって40の時にできなかったことをあいつ二十歳でできとったからね。はい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 。で45オーバーになってやっとできかけたことをあいつ25年前の時点でやってるわけやから、はい、理論としてね。だから僕はできへんから、最初書くことから俺言ってたやんか、はいはい、エッセイ書き出して国語の勉強しだしてとかいうとこに行くのにだいぶ時間かかったから、だから今でもできてないけど、それでもできてないっていうか、だから芸人ってすっごいね、反省も難しいね。ああ、うん、そうですよね。で枠があんねんか、例えば FP とかやったら、まあ、その6教科があって、それは3級2級1級も一緒なんよ。その倫理のことと、はい、倫理で、税金で、金融、相続事業、不動産、あと保険、年金保険、はい、この6教科のやつ、その枠っていうのは一緒なんやか。はい。だそれがすっごいね、なんかね、斬新なんですよ、勉強してて。ああ、もともとそういうのがあるってこと、ね、その6教科があって、ここに3級があって、うん、これを、ここに3級があって、これをもっと深くしたのが2級に行って、ここ深くしたのが1級って、こう、深くなっていくだけなんや。枠は一緒なんや。はいはい、こうなっていくだけなんやか。言っても範囲が決まってるから、はい、でダメなことはダメで明確やしと思ったね。あとその愚痴があんまりない世界やろなと思った。あー、もう全部が明確やから。明確だって、はいはいはい、例えば120点で合格なんやけど、例えば、はい、自分が取れへんかったら、もう今回の問題あっから出すかはある、もうギリそれやんか。はい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 。隣のやつがうるさくてぐらいしかなくない？あとはなんかね、こう実力通りっていうか、なんか明確な世界なのか。俺それで言うたらね、話はそれだけど、最もえぐい世界が将棋やと思う。ああ、でなんか将棋、はい、相方がすごい将棋ハマって、将棋番組とかなんかやってたりするんだけど、俺はすごい修行のこと分かんない。はいはいはい。好きっていうのがね、将棋。俺ももともと将棋結構好きだったのね。それは全然、はい、まあ、修行みたいに詳しくないんだけど、はい、その修行と俺はなんでこうやってコンビ組んだかっていうと、共通で好きやったのが格闘技好きやったんですよ。ああ、はいはい。まあ、僕、柔道部の部長で相方は部員やって、でもその中でも、格闘技通信って言って、なんか格闘技好きな人ってその当時あんまいなくて、もう修行と俺だけがなんかそこ好きで、みたいな、一緒にこう、リングス見に行ったりとかしてやってけど、なんかね、根本的に多分そこは通じるもんがあるね。ああ、同じものか。格闘技好きは結果将棋好きやと思う。あ、そうなんですか。なんでかっていうと戦いやから、脳の戦いやから。ああ、はいはいはい。1対1の戦いやから、言うたら。で、はいはい、
何がねすごいかっていうと、いろんなもんってチーム戦やんか、はいはいはい、野球とかチーム戦やから、うんうんうん、何人か出れるやん、まあ、言ったらその何人かいるやんか、はいはい、で、はいはい、ボクシングもまあ階級戦やんか、はいはい、個人技だけど階級戦やんか、はい、でも将棋だけは階級制じゃなくて1対1で、しかも年齢制限、年齢幅があんのよ。言ったら15ぐらいから、ああ、はいはいはい、15ぐらいから60ぐらいまで人間が、はい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 、7つのタイトルを目指してここガチで戦うっていうことなんだけど、はいはいはい、で、あと例えば野球とかまあ、サッカーとかってこう流れがあるやんか、反射神経とか、はいはい、でも、はい、将棋って起点は自分やんか、こう、はい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 、あと運もないやん、麻雀みたいな運もない中でプレーミスもないのよ、そういう意味の。あ、考えるミスはあるにしても、その例えば、はい、金を置こうとした時に違うところにずれて置いてまうっていうプレーミスがないやん、はいはいはい、確かにスポーツとありますもんね、他のスポーツ、はい、プレーミス、置きたいところに置けるっていうプレーミスもない、もうがっつり四つのなんか戦いなよ。ああ、確かに。だかそれってなんか究極なんやろなって思って。純粋な、ほんまにそこだけの要素だけの。あ、なるほど。だから多分それを追求していったら、こっちにフェイントしといてこっちから踏んのかいとか、当然技がいろいろあって。はいはいはい。なんか穴熊みたいにここで守り固めてるやつの、あいつのあの技出たかみたいなのがあって、やってみろ、引っ張っていくやろなっていうのは、はい、俺は詳しくないけど、なんか想像しただけでなんかわかんない。はい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 、でそもそも将棋は今の将棋の前は戦術やから、はいはいはい、もともと王様がいてて、あれは戦術の一つから生まれてるから、はい、今の将棋の駒以上に昔はあったりするのよね、違う将棋。ああ、そうなんですね。と王様が死んだらその息子が次を継ぐとか。だから将棋はね、そういう意味ではね、なんか一緒に継ぐような、うん、はい、そう、まあね、まあ将棋の話それましたけどもね、だからまあね、2級の取った時にね、いろんなツイッターのね、ファイナルシャープランナーの方からコラボしませんかっていうね、お話が。でも、してもどうやってやるか分からないし、とりあえず、とりあえず1級取ってからまた考えますからね。そう、まあ、ここでもまたちょっとね、お金の話、あ、1個だけお金の話しようか、最後。あ、はい。